さあ、はい。はい。はい。うん、はい。あれ？あ。あ。神じゃない？じゃない？神チェンコー！ナイスゴール、神チェンコー！めったに見ないわ、めったに見ない、ジンチェンコのゴールだ。これが本職やね、ジンチェンコ。そう。いや、綺麗だったわ、崩し。ウクライナは。これはもう言わんこっちゃないですよ、痛い目見てるはずや、早速。いや、でもなんか、ジンチェンコが決めるなら全然俺もいいよ。ここら辺は。いや、オッケーオッケー、ナイスナイス。よー。うん。ここ入れて、ねえ、こうサイド2体作って、うん、もう完全にジンチェンコが空いてるもんね。もう、うん、なんならムドリックも入れたでしょ、あれ。それダブルで空いてたか、今、うん。やろうと思ったら、あムドリックはちょっときつかったわ。でも。いや、オージン。オージンシティでもめったに決めなかったな、マジで。こいつ代表では本当にちょちょ決めっかんな。いや、そう、やっぱこういうことだよ。かわいい。ねえ、ちょっと、ライス君もうちょいなんかケアしてほしかったですけどね、今ね。ちょっと、まあ、ライス君もそうだけど。うん。ちょっとね。イングランド君何やってるんですか。イングランド君。イングランド君そう。雲行きが怪しくなってまいりました。ちょっと、ジンチェンコ、ついにサイドバックやめる。いやー。元の位置に戻るでもいいんじゃないですか。どうすか、トミーを左で使ってもう中盤にぶち込んだらいいんじゃないですか、マジで。マガリアンと怪我しちゃうんだよな。あーそうか、マガリアンがなんかすげえ長かったらさ、もう俺はトミーを左 CB に置けって思ってるからさ。確かに結構なんかあんだけいたバックス意外とアップアップいたってる、もう。っていうかだって減ってるもん、枚数去年より。ねえ、ティンバー怪我っちゃってホールディングとティアに出してるから。そうか、もう痛い目見てるやん。ジンチェンコ、アストンビラ戦以来のゴール、あれ以来か。最後、ジョルジーニョのやつだね。あの試合の2点目のやつ。あ、うん、あれ、みんなミドルだっけ、あれ、あ、そうそう、ミドル的なやつ、そうそう。ケイン、ここにいんの、なんでなんでそうなってんの、ちょっと、ウォーカー殿。ウォーカー殿じゃないですか。なんでケインそこにいんのだし、なんでウォーカーそこにいんの。なんで二人ともそこにいんの。トラップがうまい。これはでも、いい代表バフじゃない。いや、お前嘘だろ。なんでここから。もう、しょうがなくなったんじゃない、だらしねえっつって。だらしねえ。もうないでしょうね。ないでしょう。これはないでしょう。これはないでしょう。ウォーカーのライブレイク。ライブレイク。コーラー。どうやってんのこれ。やめろ。やめろ。消すな消すな。やめろ。消すな消すな。大丈夫でしょ今の。これぐらい見逃してくれ。これ大丈夫じゃない？チェックオーバー。うん。ああ、認められました。おおおお。おもろいからオンです。おもろいからオンです。でも煮詰まった時はこれよ。いやいやいや、結局ケインなんだよな。やっぱケインなんだよな、これな。本当に。で、抜け出すの、ウォーカーが。いや、うまく。って、あいつ。ウォーカー、なんでこのメンバーがいて、スコアラーがウォーカーとチンチェンコなの。こんだけ一流が集まって。何をしてるんですか。何してるんすか。クラブでゴリゴリのサイドバッカーなんですけどね。やっぱ司令塔はケインだね。やっぱケインだわ。でもマジであれよ、もう本当にケインがいるうちにケインっぽいやつさっさと一人出してケインを中盤に下ろしたいね。いやー誰だ、マジいねえの。いやーそっか、バンフォードとかもいるけどね。バンフォード何されてんでしょう。バンフォード救いたいけどね。ファーガソンはアイルランド代表なんだよな。でもファーガソンまだ選べるんじゃなかったっけ一応。選べんのかね。選べるんだったら全然ね、あれだけど。まあ、お、お、これいいんじゃない、ハリケーン打てんじゃない、サカ打てんじゃない、お、あ、見た。いやー、え、キーパーバー、サカがあれ外すなんて。おいおいおい。絶対入ったと思ったもん、あんなもん、もう。バーか。バーだね。いやー。
うそだー。あいやー、これも決まらんすか。これも決まんないか。直撃だったな。でもあれか、触ってんのかな。触ってたかもしんないね、もしかしたら。もう一回ハイライト流れてないかもしんないけど。終わるぞ、ラストワンプレーだ。フィリップ、おお。コーナーだったらワンチャンあるか。コーナーだったらワンチャン。オーケー、ラスト。あ、終わりました。終わりました。オッケー。オッケー。オッケー。さ、なんだからさ、これから言われると思うんですよ。イングランドの試合ユーロ戦やらないんですかって言われたら、この配信見してください。お前やばほど今まで言われてきたのよ。イングランドの試合ありますけど配信しましょうみたいな話すげえ言われるんですけど、これがあるんですよね。大外れの日じゃないですか。大外れであり大当たりであり、そう、うん、枠内4本しか取ってないやんけ。オッケーオッケー。さあ、一番ちなみにソファスコア高かったら誰なんだろうね。 7.5 オーバーいないでしょこれ。ウォーカーじゃない。あ、ウォーカーぐらいじゃない、マジで。ウォーカーが7.6 ぐらい。7.6 だ。まあ、スコアだからな。ちょうどいいわ。ちょうどいいわ。まあ、チンチェンコとウォーカーが高い。まあ、点取ったやつが高いっていう太古のソファスコアやってるんだよ、これ。ハリマグレード結構高いじゃん。日本代表戦は配信しますか。いや、日本代表戦は配信しないかな。イングランド代表やったしね、なんて言うと思うか。やるって前座じゃこれ。前座じゃマジで。大前座じゃ、やるに決まっとら。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、では、皆様3時35分、大体40分後ですね。40分